soundscape for your imagination. 81.3 J-Wave。 割と私はその社会的なところと自分をすごい切り離して考えているところがあって、やっぱり日本人は割とみんなそうだと思うんですよ。政治と自分自身っていうものがあまりつながっている感じがしないっていうのは、多分みんな感じているとは思うし、で、自分がその政治を動かしていったりとか、そういうことができないと花から思っているようなところがあると思うんですね。Back again for another edition, Sweet Black Girls. What's up, everybody? リュウです。そして、スイートブラック世代代表23歳後藤真希です。はい。さあ、今夜も始まりました。J-Wave Sweet Black Girls。この番組ではポジティブな希望とシニカルな本音を合わせ持つ今の20代の女の子をスイートブラック世代とネーミングしました。毎週好きなことをやって輝いている様々なジャンルの女性を迎えして、私たちスイートブラック世代へのリアルなメッセージを発信してもらっています。Yeah。で、今週のゲストは小説家の金原ひとみさんです。うん。若干二十歳にしてデビュー作、ヘビにピアスで芥川賞を受賞した人です。はい。いやー、もうすごかったね、昨日もね。っていうか、私思うんですけど、うん、同じ女として、うん、結構、まあ、ガールズトークの中では、うん、なんかこう、エッチな話とかも、うん、多いと思うけど、うん、なんかこう、ね、他の人たちもいろんな人が読む中で、こんな過激なことを、うん淡々と書ける金原さんってすごいなって改めて思う。確かにその恥じらいのないところがいいんじゃないかな、うん、多分ね。支持されるところみたいな。そうなんだよ、うん、恥じらいだったらこっちもちょっと恥ずかしくなっちゃうけど、あの人、うん、こっちが恥ずかしくなることはないもんね。そうなんです ね、はい。で、今日は金原さんの中に潜むアンダーグラウンドな感覚についてちょっと迫ろうと思います。はい。なので、マキちゃん、今日もよろしく。よろしくお願いします。 Here we go. Sweet Black Girls on 81.3 J-Wave. Here we goIt is Wednesday, Sweet Black Girls. さあ、ミクシーのスイートブラック公式ページには、金原さんが書き下ろしてくれたマンボという短編小説がアップされてます。はい。この作品、私、もう出来上がってすぐに読ませていただいたんですけど、なんかね、正直、一番初めに発した自分の言葉が、意味わかんねえ。素晴らしいけど。意味わかんない。いつつ冷蔵庫から水を開けて飲む自分みたいな。リアルだね。で、水を置いてちょっと考えるみたいな。いや、それほどすごい衝撃的っていうか、あんまないよねみたいな。その影って言われて影るもんなんだ。そうですね。割とでも自分が書きたいものを、その時その時で書いて、タイミングって感じですね。なるほどね。でもね、わかるって思うところが、うん、なんかこう、これぐらいの年代なのか、うん、女の子だからなのかわかんないんですけど、うん、結構妄想しちゃうんですよね。なるほどね。ふとした瞬間に。なんかもしもトークみたいな。なるほど。そういうので、どんどんなんかこう、浅いところじゃなくって、結構深いところまで行くから、なんかこういう想像もあるんだろうな、みたいな。男も妄想はするんだけど、それエッチなことじゃないの？あ、100% エッチ。え、妄想ってエッチなことじゃないのかよ。あ、そうじゃないんだ。でも基本的には下心ですよね。ほら見ろ。違う。ちょっと私、じゃあ妄想じゃないじゃないか。やっぱり楽しいことでそっちに行っちゃうよね。いい想像って言って、やっぱり。そうですね。それでもいいね。すれ違う人とセックスするを想像、妄想するってのはすごいね。やっぱそこから小説が始まっていて、割とこう、なんていうのかな、すごい想像力が豊かで、こう、どんどんこう、妄想とか想像が突っ走っていくっていう話なので、主人公自身が、こう言ってることが本当か嘘か分からないみたいな。だから意味分かんねえなって思った。結構深いんですよ。あとね、そう、ある意味日常では、体験できないようなこのアンダーグラウンドの世界観、これを表現してると思うんですよ。アンダーグラウンド、
自分がいるのがアンダーなのかどうなのかよくわかんないですけど、確実にアンダーグラウンドだ、うん、あそうですか、うん、言われちゃいました、うん、なんかね作品の中にもね、うん、一生アンダーグラウンドでいたいっていうフレーズとかも印象的だったりとかでもそれってなんだろう、自分がアンダーグラウンドにいないと思うからそっち系に行きたいとかそっちに隠れたいっていうような気持ちもあると思っていて、どうなんだろう、僕らは早くオーバーグラウンドに行きたい派なんですよね行きたいですか行ったら生きていけないかもしれないですよ、もうアンダーグラウンドは疲れちゃったでもなんかね、なんかオーバーグラウンドになったみたいな存在になっているわけじゃないですか、そうだな、賞、まあ、を取ったらもうそれはすごい認められたことになるしね、それはすげえな、すごいことだと思うし、うん、なるほど、あとはもう単純にさ、金原さんが今テレビとか見てて、うん、メディアを見ていて政治を見ていて、うん、今の世の中に対してどんなようなことを感じてるのかな、世の中に対して、そう割と私はその社会的なところと自分をすごい切り離して考えているところがあって、やっぱり日本人は割とみんなそうだと思うんですよ、あの政治と自分自身っていうものがあまりつながっている感じがしないっていうのは、うん、多分みんな感じていると思うし、で自分がその政治を動かしていったりとかそういうことができないと花から思っているようなところがあると思うんですね。なるほど。例えば日本ではこうストライキとかデモとかが起こらないじゃないですか。起こらない、うん、それって割とやっぱりそこが自分たちが不幸な理由を政治のせいだとかどこどこのせいだみたいな風に転嫁すること自体がもうできなくなっているような感じは、うん、超今の世の中だねなるほどね、ブラックやねYes, once again, Sweet Black featuring Maki Goto, Fly Away! 聴いてもらいました。はい。さあ、この曲は、金原さんがミクシーのあの、Sweet Black 公式ページに書き下ろしてくれた、マンボっていう小説からイメージを膨らまして、作詞したんだよね、はい。そうなんですよ。これ、すんごい怪奇な世界観なんだけど、はい。後藤真希の中にもこういう部分ってあるの？多分、でも私と金原さんが初めて会った時に、うん、こう話したことを金原さんが私からピックアップして書いたことだと思うんですけ ど、うん、なるほど、でも私ここまで過激なことは一切言ってないから、うん、まあ、そこからはそのよく妄想してしまうって私の言葉から取ったものだから、なるほどね、ここまで来るとは思わなかったけど、うん、でもなんか読んでくと深いところがやっぱすごい感じれて、うん、結局妄想と、うん、なんつうんだろう、今の自分がいる現実、うん、をなんつうの、うまく両立していくっていうか、うん、には妄想するしかないっていうか、今の自分の現実がすごいどうしようもないから妄想をして、そのちゃんと比較っていうか、なん大差っていうか、逃げるんじゃないんだけど、うん、こうバランスを取ってるっていうか、うん、バランスを取るとか修正取るするとか、そういうことなのか。そうなんですよ。だから私結構自分の作詞で気に入ってる場所があって、うん、ほうほう、望みすぎてるわけじゃない、普通でいたい、ただそれだけっていうのがあるんですけど、うん、本当は普通でいたい、あれこれ言ってるけど、うん、本当は普通でいたいだけなんだみたいな、うん、それが難しかったりして、一番そう、普通が一番難しいんです、一番、ね、はい。で皆さん、この曲はいよいよ今日から、配信開始されたんで、ぜひ皆さんチェックしてください。はい、 J-WAVE Sweet Black Girls、 この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。 www.j-wave.co.jp 番組ホームページにアクセスしてください。はい、ゲストでこんな人呼んでほしいとか、こんな曲かけてほしいとか、こんな話聞きたいとか、何でもいいから送ってください。はい、そしてミクシーにある Sweet Black の公式ページでは、今週のゲスト金原ひとみさんの書き下ろし短編小説のマンボですね、あとあの今聴いてもらっている私がフューチャリングで参加しているスイートブラックオリジナル楽曲フライアウェイに関するインタビューをね、はい、掲載中のほか、あなたは何をしている自分が好きですかというメッセージを募集中です。はい、投稿されたねメッセージはこの番組でも毎週紹介していきますので、あのミクショーやってる方はぜひねチェックしてください。そうですね、ぜひチェックしてください。はい、で DJ ヤミーちゃんをお迎えした先週の番組内容もチェックできます。はい、なのでリスナーの皆さん、今日も聞いてくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。この後もまた渡部健さんナビゲートのプラトンでお楽しみください。ここまでのお相手はリュウト後藤真希でした。はい、ベイシャオ Sweet Black Girls on 81.3 J-Wave